マルセロ・アレハンドロ・エスティ・ガリビア・バルモリは、パラグアイ・フェルナンド・デラ・モラ出身の、同国代表サッカー選手。クルブ・オリンピア所属。ポジションは MF。パラグアイのクルブ・スポルト・コロンビアにて、プロキャリアをスタート。2006年にセロポルテーニョに移籍した。2008年には、リーグアンのルマン・ユーシーに移籍。しかし、出場機会が限られたため2009年12月27日に、 アルゼンチンのニューウェルズ・オールド・ボーイズへ期限付き移籍となった。その後、ローン期間が1年延長され、買取オプションが付帯された。ニューウェルズは経済的な理由でオプションを行使せず、ルマンはリーグでの降格が決定。2011年8月9日に、ウルグアイ2部リーグのデポルティボ・マルドなどへ移籍した。2011年8月28日、 セリエ A のユベントス FC へ500万ユーロの買い取りオプション付きのレンタル移籍が決まった。アントニオ・コンテ監督のもと、10月16日の AC、キエボ・ベローナ戦で80分に、エマヌエレ・ジャッケリーニとの交代で、セリエ A デビュー。11月29日の SSC、ナポリ戦では、ユベントス在籍時で唯一となるゴールを挙げた。クラブは2011から12シーズンのセリエ A を制し、 スクデット獲得を経験した。しかしシーズン終了後に、クラブはオプションを行使せず、2012から13、シーズンは UC サンプドリアでプレーレギュラーとして公式戦、合計35試合に出場し2得点を記録した。2013年8月29日、AC キエイボベローナへのローンとなる。2014年1月30日、アタランタ BC へ加入。10月に、 後日の代表戦で重傷を負い、2014から15、シーズンを棒に振った。2016年2月5日にレンタルバックとなった。イタリアから帰国すると、セロポルテーニョへ、シーズンローンとなり8年ぶりに、フルスへ復帰する。2017年1月24日、リーガ MX のチアパス FC へ期限付き移籍。 2017年7月には CA コロンへのシーズンローンが決定し、再びアルゼンチンでプレーすることとなった。2021シーズンはクルブオリンピアへローンで加入。ネストルゴロシート監督率いるクラブで1年間プレーする。2008年5月22日のコートジボワールとの親善試合にてパラグアイ代表デビュー。2010年4月1日の南アフリカとの 親善試合にて代表初ゴールを記録。コパアメリカ2011では全試合に出場し、チームの準優勝に貢献した。2014年10月11日に行われた親善試合、韓国戦で右膝前十字人体を断裂し6ヶ月以上の離脱となった。エスティガリビアの姓はバスク地方に由来し、母親がイタリア系のため同国のパスポートも所持している。 三人兄弟で育ち、幼少時から、マルセロの指子型であるエルチーロの愛称で呼ばれる。既婚であり二人の娘をもうけている。ありがとうございます。